半、愛花歌切れ。半愛花歌切れ。から愛の花の歌切れとは、万葉仮名で書かれた、半愛花歌、短歌の断刊である。伝票商法三年、七百五十一年頃、社教所の職員が社教所の伝票に落書きした短歌で、家の半愛花今未社難社生がもとあり、最初の一字が紙の破損のため結出しているが、妹の一字を当てて、恋の歌。 半相場の歌とされている。歌の左には、異質で、で、実るとあるが、これは、相デミ、相公主実で、相とは、教具士、デミとは、社経書で、社経生や創生などが、各自の書写、または想定した社経の枚数を記して提出する、伝票を表す。この短歌の支配文書は、社経書で全部の、ホッ行を書写した、才の手実の一通であり、 天平商法元年七百四十九年八月二十八日の日付がある。この文章を中表にして巻き、外に出た表面左端に巻物の下台のように、総でみとし、その後別人の手によってその右の余白に、この歌が落書きされたものである。半合場の歌は万葉集の歌ではないが、万葉集の成立七百八十年頃と近い時期の、 筆跡であり、万葉集の原本が存在しない今、万葉集のすべてが、このような書体であるとは断定でないものの、当時の表記を示す資料として貴重である。大きさは 27.、27.6cm16.1cm、小僧陰文書、続々収む第五筆、第二巻書集。ゆったりと卒位に書かれ、その筆をもむきは、ひょうひょうとして、 高い響きを漂わせている。戦明は、戦明詞が読み上げて伝えるものであり、これに、助詞や助動詞などを万葉仮名で書き添えた理由は、文章を読みやすくする必要があったからであろう。もう一つ、助詞などを文字で書く必要があったのは和歌である。和歌はもともと歌うものであるから、口頭で歌い上げることができるように書き記すことが求められたはずである。そして、 この交渉文芸としての和歌の表記は、実用的な文章表記とは違った展開を見せている。最古の歌集、万葉集二十巻には、約四千五百種の和歌が収められている。万葉集で用いられたすべての仮名を万葉仮名というが、漢字を一字一音の仮名に転用するだけでなく、漢字のまま仮名と交用する書き方もあり、万葉集では、あらゆる表記法が試みられている。 古事記、日本書紀の歌謡は音名で表記しているが、万葉集では訓名を用いる例が見られる。訓とは、一つ一つの漢字が持っている、中国語の意味を、日本語に翻訳した固定的な読みを指す。例えば、血という漢字に対して日本語の、川、沼、池などが結びつく中で、池が固定してくる。これが、訓の成立ということであるが、特定の日本語が結びつき、 固定するまでには長い時間が必要であった。訓が固定すると漢字を日本語として読むことが可能となり、その訓を標音的に用いるようになる。これが漢字の訓仮名としての用法である。訓仮名は漢字に習熟して初めて生まれたものであるから、訓仮名の用法が歌謡の中に見られることは作者の漢字修度の高さを示すと言えよう。訓仮名には 聖訓仮名と仮訓仮名があり、聖訓仮名とは、漢字が持つ中国語の意味と同じ日本語をその漢字の読みとしたもので、自立語に用いられる。仮訓仮名とは、漢字の訓読みを表音のために用いたもので、付属語などに用いられる。半栄花歌の場合、女子の、かも、かも、が仮訓仮名で、あとは皆聖訓仮名である。万葉集の様々な表記を探るには、 書きのもとの人丸の人丸歌集が参考になる。万葉集に収められているま丸歌集の歌は三百六十首余りで、そのうち二百十首が略体化、残り百五十首が非略体化である。非略体化とは、女子の、の、の、がなどが書き記されているスタイルのものを言い、女子などを書き添えていないものを略体化という。和歌の文字化が略体化から非略体化という方向へ、 発展したことはほぼ間違いないが、これはできるだけ日本語の発音通りに忠実に語を表記していくということであった。女子のに、て、お、も、し、ぞの付属語が全く書かれていない典型的な略対価である。反愛馬の歌は、ひとま歌集の飛略対価で必ず見られる。助動詞、けりが表記されておらず、その意味で略対価に近い。しかし、 愛栄花歌がこの歌と根本的に異なる点がある。それは愛栄花歌が映しがたくもを南宇津市と返し読みするように表記しているのに対して、この歌の妹をしぞ思うはそのまま日本語の語順に従って妹年と書かれていることである。ひとまろっか集では南宇津市のような目的語や保護の返し読み表記は原則として見られない。同じく女子のの て、も、はが無表記の略体化である。その一方で、略体化にあって、例外的に助詞の、つつ、かもが書かれている。略体化は訓を主体とする表記であることに、大きな特徴があるが、自立語を正訓によって表記する他に、仮訓によって、助詞、かも、を、かもで、助動詞、つつの連体形、つるを、つるで表記する、例度がある。 略体化において、助詞の使用を避けたのは、死化の表現を念頭においてのことであり、単なる純接の表現はない方がむしろ簡潔で、その文を実質的な語に割り当てて、より豊かな意味内容の表現を目指してのことと思われる。ではなぜ助詞のかもが表記されるのであろうか。感動を表す助詞のかもが表記されることは、明らかに情動をモチーフとする。 死体を意識したものと考えられる。このように和歌の文字化は実用文とは正確をことにしていることが如実に示されている。付属語の類も全て表記されていて、無表記のものは見えない典型的な飛略体化である。繁合場の歌は略体化と飛略体化のうちで前者に近い表記様式を採用しているが、これは飛略体化の表記が広まった後も自由な。 表記様式が選択できたと見るのが本当である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。